竹山教授は日本のアナウンサー、映像作家、文筆家、本名、同じ。おじは評論家、ドイツ文学者、小説家の竹山道夫。妻は TBS アナウンサーの地メディア史研究者の竹山、あきこ。東京都生まれ、1953年に慶応義塾大学法学部政治学科を卒業。同年2月にラジオ東京へ入社。 アナウンサー第2期生として編成局アナウンス会へ配属、報道番組を担当。その後、1954年12月に編成局報道部テレビニュース会へ移動の後、報道局テレビ報道部を経て、1967年2月に編成局放送部、1976年9月テレビ本部制作局制作部に在職、テレビニュース記者を務めたほか、 ニュース番組やドキュメンタリー番組の制作、映像ライブラリー等を手掛けた。1977年11月に制作部署を離れ、人事室開発センター、1978年2月テレビ、本部テレビ営業局業務部、1983年11月、企画調査局資料部にそれぞれ在職し、1986年3月に TBS を定年退職。 TBS を退職後は、文筆家、映像作家として活動。2005年、著書、報道伝報検閲筆詞丸亀郵便局の日露戦争で、第53回日本エッセイストクラブ賞を受賞。2008年8月6日10時30分、肺炎のため、東京都中野区の病院で死去。77歳を打つ。ありがとうございます。